24日のテレビ朝日系、ザワつく、路線バスで寄り道の旅、では、長嶋一茂、高橋茂らが南房総をめぐる旅を行った。写真、何を着てもイケメンうっとりしちゃう内田篤氏の柔道着姿。ゲストに内田篤氏が登場。バスに乗りながらのトークでは、内田氏が手持ちの扇風機をトーク進行する一茂に向けて持ち、一茂がありがとう、内田くん。 内田くん、ずっととね、こうやって、俺に優しい、と感謝した。続けて内田氏が、ざわつく、金曜日、に出演した際を振り返り、内田くんがざわつく。の金曜日の方に来てもらったことがあるんだけど、あの高島千佐子さんが、ドキドキしちゃってて、と緊張していたと暴露した。高橋も、いや、本当に、と応じ、和重が、本当に、 久しぶりに男を見る目に変わってて、とぶっぱなして笑わせた。